心臓一突き。これでは命は。そんな。でもどうやってあの煙幕の中。くそ、見失ったか。S、待ってくれ。あ、え、は、マリー伊藤。ご丁寧に。やはり M 家の仕業。あなたを警察で保護します。それは困る。ホテルに行かせてくれ。彼と話し合いたい。確かに。このチャンスを逃すわけにはいきません。これで雨宮先輩の責任はかなり減るはずだ。黙って聞け。先輩、このトイレは自分が見回りしましたので異常はないです。ああ。なぜバレたんだ。分かっていない。分からないことだらけだ。 M 家から。やっと話せるな。どういうことだ。おい、いきなり言われても見つけてたら覚えてるはずだし。